22人ランナー出て3点しか入ってない方が不思議なんだよな。ヤクルトは連覇の時から走塁激しいわね。高津も変わっとらんのに。オースティン毎回敬遠でいいやろ。柴田って巨人ファン。ヤクルト巨人にだけ牙向くのやめてよ。全部村上が悪い。佐野宮崎どっちも下ろすのは無能すぎる。立浪和義でも線はそんなこと。5位だから残留とか言うてる奴は頭悪すぎて野球見てる場合じゃないと思う。岡本がチャンスで絶対打てないマンになってるけどスクイズでもさせてみるか。ピッチャーも開示にビビってくれたらよかったのにな。今日の負けでマジで優勝が厳しくなったな。なんとか踏ん張ってほしかったが。広島はチュニドラに負けまくってる時点でな。ヤクルトは来年監督なしでやってほしい。多分100勝するはず。ヤクルト戦7つも残してる広島超有利やん。現役ドラも当たり引けたとことそうではないチームがあって趣があるわね。まあほぼ広島か巨人やろ。阪神は残り試合少ないから。まあ巨人が優勝パターン入ってるやろ。今日なんか横川中山お声がヒーローだし優勝するチームはこういう勝ち方するもんだ。村上は10試合ホームランなしか。横浜に3連敗したカープファンが横浜に文句言いまくってるの滑稽やったわ。どことは言わんが終戦したとこあるな。でも切り札壊れて困るのは次の監督やから。お声と中山と横川ようやっとるわ。試合前にこの3人が活躍するのは予想できん。チャンスで関根大輝様に回ったところは代打しかないと思ったわ。監督が開示にビビったとしか思えん。阿部、門脇はなぜにアウトからバントを試みたのか。誠ゆきすけ、巨人優勝か。理想の上司が阿部監督になってしまう。練習では丸億円プレイヤーって英語しぶりに聞いたわ。戦力外寸前のうんち、処分しづらいドライチ交換会で活躍してる選手が何人もいるってすごいことよ。巨人は完全に勝ちに不思議の勝ちありって感じやったな。お声が打つまでは首位のチームと6連勝中で勢いに乗るチームの試合って感じがまるでせんかった。今日の試合見ると巨人は優勝しそうだけど松田残してるのが不気味すぎるわね。横浜なんて結局5、6点も取ってなんとか勝ち切るしかないのに対読売だけ打ててなさすぎなんや。他チームより対策されてんだわ確実に。鵜飼がビジターで打撃練習すると相手チームのファンからも拍手をもらうくらい打球飛ばすかを。優勝するチームの勝ち方、19残塁。パリーグは SD があと3連敗ぐらいしてハムが4連勝ぐらいしたらちょっとはおもろいことになるかも。